はい、こんにちは、ヘキです。今日はね、盆を戯れに入れてみようとしたら、地獄を見て、ちょっと発狂しそうになってたら、この、ミキサーモっていう、ウェブベースの、勝手に、盆を入れてアニメもつけてくれる、すごいツール、アドビが買収したらしいんですけどね。ほら、アドビマークがありますね。それを教えてもらったんで、ちょっと試してみようと思います。でだ。Adobe ID があったんで、そのままログインしました。Adobe ID があれば、特に面倒な手続きはなく、サクッと会員登録なしで入れるみたいですね。んで、フリーテストパックを選んでみましょう。その前に、キャラクターをアップロードしないとな。さっきちょっと試したんで、キャラアップロードされてますね。ちょっと、分割を忘れて、ローポイのままアップしてしまったんで、地獄みたいになってますね。もう一回やりましょう。これかな。オブジェクトファイルでアップロードできます。オートリガー。未だに、ボーントリグっていう言葉の関係がよくわかってないんですけどね。同じものなのか、発展系なのか。はい。ちょっと、リトルグレー感のある、僕の素体ちゃんが出てきましたね。で、オリエント。折り曲げ？ん？良い結果のためには、T ポーズで、指を広げた状態で、矢印キーを使って、キャラクターの正面に向けてください。はい。正面は向いてますけど、T ポーズではないし、指も広がってませんね。いいでしょう。正面、今自動だから向いてる。正面、今自動で向いてるからいいけど、これ、向いてなかったらこの矢印で、できるんですかね。ちょっと地獄感あんな。ネクストで。で、プレイスマーカー。マーカーをモデルに置いて、ネクスト。で、オートリギングが始まりますと。スケルトンレベルのディティール。これですかね。LOD がレベルオブディティールなんですね。ロードオブディストラクションではないと。よくわかんないんで、ここはスタンダードスケルトンを使いましょう。で、顎と。一応、スナップが効いてるみたいですね。ただ、結構重いし、表示がバグってんすよね。ユーズシンメトリーは初めからオンになってるんで、こういうところは当たり前っちゃ当たり前ですけど気が利いてますね。シンメトリーにしないやつはいねえだろっていうね。よいしょ。んで、膝と。結構これ、動画だから飛んでるわけじゃなくて、動作がスローっすね。で、グロイン。股間ですね。よいしょ。はい。これで、オートで OK なんですかね。うおーほほ アイアンメイデンみたいな すごい不気味な物体が出来上がってますね。骨で作ったオブジェみたいですね。なかなか、趣深い。お、終わったのか？ん？ Oops! Please place all marker on the character. どうしろと。マジで いやいや。グロイン股間に乗せてたっしょ、俺。はぁ？なんで全部のマーカーがこんなことに？これ無理でしょう、もう。マジかー。やり直した方がいいっすかね。これが、指先と。で、これが顎と。いや、もう無理っしょ、これ。フィーリングで適当にやってみましたけど、もううまくいくわけないよな、これ。ですよね。バックがありますね。こっからもう一回やり直してみましょう。ローポイの時は大して問題なかったんですけどね。ちょっと、メッシュのポリゴン数が多すぎたんすかね。でもそもそも、この残像が残りまくるのはやっぱりおかしい気はするんですよね。やり直しましょう。はい。いや、念のため、ブラウザも再起動しよリロードしておきました。気を取り直して。
ちょっと無駄なオブジェクトが多かったんでね。一番シンプルなやつにしましょう。こんなこともあろうかと、シンプルなモデルを用意しておきました。頼むぜー。あれ？ひょっとしてもう、無料使用期間が終わったんですかね。参ったな。ほっといてみます？まあ、最低でも30秒って書いてありますしね。モデルが複雑すぎたかな。それか今、突然世界的にトラフィックが集中してる的なね。はい。ローポリで試してみましょう。お、ローディングになった。やっぱポリゴン数の問題ですかね。この拡大表示が全く役に立たないのが、なんかちょっと意図してない感じを受けますね。もう全然、モデルのどこに合ってるのかよくわかんないですね、これ。まあ、あとは T ポーズじゃないってのが何かしら、まずいのかな。それがひょっとして、男性モデルにしか対応してないんですかね、これは。男性器がついてないと、グロインっていう、マーカーが反応しないみたいな。はい、また、肩コンベのオブジェができてきました。2分ぐらいでできるよって書いてありますね。なんかしらプログレスバーみたいなものが表示されるとちょっと精神的には落ち着くんですけどね。Something went wrong. うー、サポートに連絡しろー。マジか。はい。ゆるポリらしい展開になってまいりましたね。俺のモデルに問題があるんでしょうね。まあ、大抵は俺が悪いですわ。もう、疲れましたわ、ゆるポリ。3D はわしには無理ですわ。まあでもね、さっき成功したモデルが一応ありますんで、それだけでも見てみましょう。あれ？さっきのロードされた俺のモデルはどこに行ったんですかね？ほう。なんか今いろいろ出ましたけど、何だったんですかね？そして、この画面は一体 何にも操作を受け付けてないですね、これ。あ、止まった。サンバダンシング。これがサンバダンシングを今やってくれてるんですかね。やべえ、ちょっと気持ち悪くなってきた。なんすかね、ストレス性胃腸炎みたいなやつですかね。もう一回試してみようかな。はい。30分経ちましたが、変化ないようですので、ゆるポリ的にはミキサーモはもう無理だなーっていう結論に達しましたね。以上、ゆるポリでした。